コンコーネ4番の歌い方のヒントをお話ししていきましょう。これは3拍子です。今まで4拍子しか出てこなかったんですけど、初めて3拍子が出ます。数え方を気をつけてないと、なんとなく4拍子で歌ってしまう方が多いかなと思うので気をつけてください。アレグレット・カンタービレ、カンタービレ歌うようにですね、まあ歌の曲ですから当然歌うんですけれども、まあできるだけこうレガートで美しく歌うっていう感じでお願いします。3拍子で、進んでいくので、1小節に1個しか音符がなくても結構サクサクいく感じがします。 4小節で1フレーズ、ラセドファ、次も4小節で1フレーズ、すら書いてないですけど書いた方がいいかもしれないですね。ソファミ、今までヘ長調だったのがちょっとハ長調に変わっていく、ファーソラセ、ここのシーって上がるナチュラルがついて、シーの音が、フラットからナチュラルに変わるところでもう完全にこれはハ長調だなって思ってください。でこのフレーズの頭、9小節目の頭からがもうハ長調だと感じていて構わないと思います。それで、楽譜の書き込みをちょっと気にしてほしいんですけど、次の段13小節の2拍目と3拍目の間にブレスがありますよね。その前の C のナチュラルの音から C ドと進むのがいかにも波長調がはっきりするところなので、ここはつなげて歌った方がいいと思います。今まで4小節ごとにブレスをしてましたけど、ここは5小節つなげて歌って、ドと次のソの間でブレス、ファーソラセド、そしてソミレド、ソミっていう大きな跳躍がありますから、ここはブレスをするときに次大きく跳躍があるぞというのを意識に入れてブレスをすること。全音の楽譜では9小節から9、10、11、12、12小節までが一つのスラーで囲ってありますけど、他の楽譜では13小節の頭のドの音までずっと一括りにしてあるものもあります。そう感じた方が自然かなと思いますので、書き換えてくださってもいいかなと思います。次です。問題はここからが新しいこと。この譜点のリズムですよね。初めて出てくるこういうリズムなんですけど、これはいずれ速いパッセージを歌っていくとか装飾的な音の歌い方の練習になります。どれどー、解明でやるとやりにくいかな、あでやってみましょうか。上の音をすごく軽く歌ってるのがわかると思います。クレッシェンドが書いてあって、レもクレッシェンドの範囲に入ってて、次のドの音のところがディミニエンドの始まりになってます。だから1拍目より2拍目を狙う感じ、っていう感じになるといいかなと思うんですけど、無理やりって押し出した感じで歌わないで軽く上の音を歌う。それからタイがあるのがクセモノだと思います。17小節から18小節に向けてタイがあって、ドレドレド、同じパターンがつながっているだけなんですけど、タイが感じにくい方は最初のうちはタイを取ってドレドドレドというふうに歌って練習をするといいかな。タイミングをまず覚えて、それを最終的につなげていくように、ドレドレド、こうリズムが失われないように歌ってください。次はいつも通りレガートでソーセラファー、次も譜点のリズムですね、軽く歌いましょう。ドレドレド、レガートでソーセラ、次もレガート、ラー
ところはそれ1拍目から2拍目で5度上がりますから、それはもう最初から予測して入らないと遅れちゃう。今までは1,2,3で動くパターンが多かったけれども、今度は1,2,3で動きます。それのドミファ跳躍の範囲が広くなるけれども、書いてないけどここスラー書いた方がいいかもしれないです。他、全音じゃない楽譜にはスラーが書いてあるものもあります。それのドミファ、そしてフテ、ドレ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 ドスラファ、ドレ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 ドミファ。下の音符だと低くて出しにくいっていう人は上でドレドレドのまんまでいいと思います。だから33小節の入りと37小節の入りは同じ音になりますよね。高いバージョンで最後の8小節を歌ってみます。ドレ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 ドスラファ、ドレ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 ドミファ。高いバージョンで歌うと最後のドミの加工の6度がちょっと難しいので、テンポを緩めながら下がってくると歌いやすくなるんじゃないかなと思います。